函館港西チームはシートマークを開始してください。時間は同じく7分間です。第32回春季全道大会兼第26回水の木争奪全道大会予選リーグ、本日の第3試合 C ブロック北空地深川チーム対函館港西チーム、両チームのスターティングラインナップをご紹介いたします。先攻三塁側函館港西チーム、1番ショート稲見くん、ショート稲見くん背番号6、2番ライト出村くん、ライト出村くん背番号9、3番サード山下くん、サード山下くん背番号5、4番キャッチャー湯葉くん、キャッチャー湯葉くん背番号2、5番レフト鳥塚くん、レフト鳥塚くん背番号7、6番センター柴野くん、センター柴野くん背番号8、7番ピッチャー森博くん、ピッチャー森博くん背番号1、8番セカンド水上くん、セカンド水上くん背番号16、9番ファースト佐々木くん、ファースト佐々木くん背番号17、高校一塁側北空地深川チーム、1番セカンド秋山くん、セカンド秋山くん背番号4、2番キャッチャー野呂くん、キャッチャー野呂くん背番号2、3番ピッチャー井川くん、ピッチャー井川くん背番号1、4番サード倉田くん、サード倉田くん背番号5、5番センター中村くん、センター中村くん背番号8、6番ファースト山田くん、ファースト山田くん背番号3、7番レフト立川くん、レフト立川くん背番号14、8番ライト大竹くん、ライト大竹くん背番号9、9番ショート総領くん、ショート総領くん背番号6。なお、この試合の審判員は球審及川、
塁審は一塁相浦、二塁大見、三塁藤本、控え審判員大村、以上でございます。函館港西チームシートロック残り2分です。左左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